東京総合写真専門学校東京総合写真専門学校は写真の専門課程が設置された専修学校学校法人写真学園1958年写真批評家の重森公園渡辺勤、玉田健一郎らによって東京都中野区小滝町に東京フォトスクールとして開設された当時は4ヶ月間の基礎コースだけであった 1960年、東京総合写真専門学校と改称し、東京都新宿区下落合に移転。1963年、神奈川県横浜市港北区箕輪町に位置する日吉の現在地に校舎の第一期工事が完成し再移転。1966年に2期工事、1967年3期工事がそれぞれ完成し、今日に至っている。 1976年には写真関係の専門学校として日本で最初に先週学校制度法による先週学校に移行した。学校創立以来、篠山紀信や栗上和美などの写真家を輩出している。また出身者には美術系大学の写真学科にて教鞭を取る者も存在し、大阪芸術大学の土田博美や須田和正、武蔵野美術大学の小林則を 東京芸術大学の鈴木理作、日本写真芸術専門学校副校長の樋口健治などが挙げられる。日本の写真教育の母系を作ったとも言える学校である。卒業生にはオリジナルプリントの制作、自主ギャラリーや写真専門の図書販売業を経営するなどシリアスな作品を志向する写真作家が多く存在している。マスコミ関係、コマーシャル関係、 写真産業、関連産業などで活躍する卒業生も多い。バウハウスを手本とし、報道やコマーシャルなどへのコース再分化は行われていない。バルター・ベンヤミンの写真少子などの写真評論を授業で使い、表現力を持った批評精神のある写真家を育てることを教育の目標としている。また、三年生で余裕を持って学べることも特色としている。 ゼミナールは少人数制で、マンツーマンでの教育が行われている。そして、技術教育のみに偏らない表現教育をも重視する自由な創造空間である。五十音順実習講義非常勤講師みんなの未来、日吉縁。ありがとうございます。